午後のワイドショー司会者といえば、今でも美濃もんたさんという方もたくさんいると思います。午後2時からのワイドショーで司会を長く務め、ゴールデンタイムをはじめとした様々なテレビ番組の司会をしていたこともあり、連日のようにテレビでそのお顔を拝見していました。ここ最近はテレビで見かけることがめっきり少なくなってしまいましたが、現在はどうされているのでしょうか。美濃さんの半生とともに見ていきましょう。美濃もんたさんは本名を美濃里川のりおといい、1944年昭和19年に東京都世田谷区で三兄弟の次男として誕生しました。家族構成は水道メーターの製造及び販売で有名な日国の創業者であるお父様とお母様、美濃さん、弟さんになります。ちなみに美濃さんのお兄様は美濃さんが生まれる前月に亡くなっています。学歴は世田谷区立祖師ヶ谷小学校から私立立教中学校、現在の立教池袋中学校、立教高等学校、現在の立教新座高等学校、立教大学へと進学しました。中学校から私立に通っているのですから、ご実家は裕福であったことがわかります。経済学部へ進学しましたが、サークルは放送研究会に所属して、就職もサークル活動の経験を生かし、1967年に文化放送へ入社しました。大学の先輩であり、日本テレビ元アナウンサーの徳光和夫さんにアナウンサーを勧められ、スタジオ見学に行ったりもしたそうで、TBS の入社試験を受けましたが、残念ながら採用されずに文化放送に入社したという経緯もあります。その後、1979年に退職するまで文化放送でアナウンサーとして活動をしていました。文化放送時代は洋画ランキング番組などの音楽番組からプロ野球中継のベンチリポートやオールスター戦まで幅広く担当し、とても人気があるアナウンサーでした。退社後には父親の会社に入社して10年間全国を回りながら勤めていましたが、フジテレビに誘われて今でも不定期で放送されているプロ野球珍プレー好プレー大賞のきっかけとなる番組や、他のテレビ番組でリポーターをしたりと、芸能生活も並行して活躍していました。すごいバイタリティですね。その後、1989年から昼のワイドショー、午後は〇〇思いっきりテレビの総合司会者になると、高視聴率を取り、一気に人気司会者の仲間入りをします。この午後のワイドショーは、途中で思いっきりいいテレビに名前を変えますが、2007年3月27日に降板するまで約20年にわたり司会を務めました。この頃は民放キー局でレギュラー番組の司会を多く持ち、それ以外に特番の司会を務めたりするので、多い時では1週間で16本のテレビ番組に出ていた時もあったと、後にご本人が語っています。他にも第56回 NHK 紅白歌合戦の男性司会者を2005年に61歳で担当し、これは男性司会者の最年長記録であり、史上初の60代男性による司会という記録を作り上げました。このように華々しいご活躍をしていた美濃さんですが、この後急激にテレビへの出演が減ってきてしまいます。なぜ表舞台から姿を消したのでしょうか。そこには2つの大きな原因がありました。まずはご本人のセクハラ疑惑が出たことになります。2013年8月30日に、当時司会をしていた
TBS の朝の情報番組、ミノモンタの朝ズバで、アシスタントを務めていた女性の腰のあたりを触り、それを拒否しているように見える映像が生放送中の CM 明けに流れ、全国的に放送されてしまいました。ご本人は後日セクハラなどではないと否定しましたが、女性側のコメントがありませんので、事実はわかりません。その騒動があったためか、異例の対応として、夏休みをすでに取っていたにもかかわらず、約1週間後から2度目の夏休みとして番組をお休みしている中、新たな問題が発覚します。それが2つ目の原因で、美乃さんの次男が窃盗未遂事件を起こし、逮捕されたことにあります。当時、日本テレビの社員だった次男は、酔って道に倒れていた男性のバッグからキャッシュカードを盗み、現金を引き出そうとした事件でした。それに加え、次男が入社試験で名前と住所しか書けなかったという事実なのか、リップサービスとも取れないコネ入社を匂わせるような発言を美乃さんがしたことも、火に油を注ぐ形になり、次々にレギュラー番組を降板することになりました。その後、2018年頃に診断されたパーキンソン病により、思うように体を動かせなくなり、最後に残ったレギュラー番組、秘密の県民賞を2020年で降板して、その後はほとんどテレビには出演していません。長きにわたり芸能生活を送ってきたミノモンタさんですが、私生活ではどのような人生を歩んできたのでしょうか。ミノさんといえば、夜の銀座でのエピソードがいくつもあり、豪快で毎日のように銀座に通っていたとテレビで公言していました。そのことから女性関係も派手なのかと思いましたが、結婚生活に関しては亡くなった奥様である安子さん一筋だったようです。1970年に結婚し、専属スタイリストとして美乃さんを公私ともに支えてきた奥様とは、2012年に癌で亡くなるまで添い遂げました。お二人の間には、長男隼人さん、次男優斗さん、長女奈美さんの二男一女のお子さんを授かり、子供たちの教育にも熱心に取り組まれて、二人の息子さんたちは幼稚園から大学まで慶応義塾に通い、娘さんも有名私立学校に通わせていました。ただ、息子さんたちには学生時代から少し問題があり、長男は大学時代のサークルメンバーが中心となったグループで、よくない態度や行動が目立ち、チーマーの一員だったと言われています。次男は高校時代から万引きの常習犯だったと言われていて、二人とも問題を抱えていました。その後、長男は TBS の営業職で入社しており、今はプロデューサーとして活躍しています。窃盗未遂事件で勤めていた日本テレビを辞めた次男は、当時、美乃さんが社長を務めていた日国に入社して、真面目に働いているということです。この日国への入社もコネ入社と言われていますが、おじい様の会社ですから、将来の後継者として入社されたのかもしれません。学生時代から社会人になったばかりの頃までは、いろいろな問題があったようですが、今はお二人とも真面目に働いて、立派な社会人としての生活をされているようです。長女の奈美さんは順調な人生を送り、大学卒業後には、イギリスのオックスフォード大学エクセターカレッジに留学した後、母校で研究職に就いていました。お母様が亡くなられたのをきっかけに、美乃さんのスタイリストに転身しており、とてもご両親思いの素敵な娘さんですね。現在の美乃さんはというと、
神奈川県の鎌倉市で暮らしています。最後のレギュラー番組を降板した後、2022年2月放送の爆買いスターが恩返しという番組に久しぶりに出演しました。足取りが重そうで少し年を感じましたが、70代後半という年齢を考えるととても元気です。奥様が亡くなった後、再婚はしていませんが、ずっとお付き合いされている女性がいて、何回か週刊誌に写真を撮られ、ご本人も認めています。その女性とは年が離れていることもあり、再婚は今のところ考えていないそうですが、パーキンソン病を患った美乃さんのお世話も概々しくされ、事実婚のようです。このように波乱万丈の芸能生活を送ってこられた美乃さんですが、現在は穏やかな暮らしをされています。ただこれからもたまにでいいので、豪快で満面の笑い顔をテレビで見せてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。